こんにちは、ダイスです。今回はゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムパート2やっていきましょう。初めての空島の探索にこれから向かおうと思います。今この扉が開かないということなので、扉を開けるために空の島にある祠を回って力を取り戻すというところから進めていこうと思います。それでは、あの見えている祠へ。この高さダメなの、リンク。祠の前まで多分これで来れたんじゃないかと思います。安定に壁を登って到着しました。ウコウホの祠、初めての祠チャレンジ、どんなものなのでしょうか。こっちが開くんですね。現在地はこの位置です。ちょっと黒くなっているところが先ほどいた時の神殿のところです。ちょっとだけ移動してきた感じです。太陽だね。ここは浜の祠。その昔私が光の力を込めて蛇を封じた場所。ここには光の力が溢れている。その右腕に失われた力を呼び起こせそうだ、うん、さあ右の手を出して。ウルトラハンド、離れた場所にあるものを掴んで動かすことができる、うん、その力の名はウルトラハンド。我が右腕から失われた力の一つ。物を自在に動かし組み合わせる力。自在に動かす。その力を使えば望む形が想像できる、うん、力を使い祠の最奥に行くことができればウルトラハンドは貴殿のものとなるだろう。今6個ほどありましたよね。想像する力、これで使えるのかな。あ、持てるものがブレスオブザワイルドの時のあの磁石みたいな感じに近いかもしれないですね。これは置いて、謎解き1つ目できました。これどうするんだろう。2個ある。ん2個ある。長さが違うっていう感じではないですよね、多分。どうするんだろう。あ、前後に動かすっていう動かし方もできるみたいです。回転もあり。立ったあれ、こうなると思わなかったんですけどくっつきましたね。これで動かしていけば置けるはず。ちょっと斜めに置いちゃうと問題だから、一回直して。あまり近づきすぎるとあの溝のところに落ちちゃうので、こうかな。やったー細いところでもくっつくんですね。初めての祠チャレンジはこれで終了なのかな。何かありますね。あ、上通ってる。あれを作るの、もしかして取れるんですかね。上から移動させる。いや、届かない。ということはここから取るのではない。フックに板が
がついてますよね。フックに板をつければいいっていうことは分かりました。それで動かすだよね、きっと。これか。やってみましょう。フックを板につける。あ、そういうつき方もするんですね。まっすぐにしないと厳しい気もするけど、ちょっと動かしましょう。場所をここじゃなくて近くでやりたいです。これって立つのかな。うわー、重さはちゃんとかかる方に倒れるような感じなんですね。さあ、まずはちゃんと板を置いたので、この上にフックを置くか、先にレールにフックつけたらダメかな。これで回転とかもしないといけないから、これなんだろう、この丸いやつ気になるんですけど、これなんでしょうね。使う？これ使わない？視点とか、いや取れないね。これは取れないんですね。フックを置いとくためのものなのかな。なんで動かせるようになってるってことにしてあるんだろう。くっついてたっていうこと？そういうこと？これは関係ない。フックだけで大丈夫。フックをこう、あ、おお、びっくりした。危ない。フックがくっつけばいいんだよね。くっつけてからじゃダメなのかな。あ、待って、行っちゃう。え、待って、フックだけじゃ行っちゃうんだ。あー、できましたよ。フック持ってきたんですけど、これ重くない？この片方のこのフックいらないですね。いらないですね、これ。せっかく持ち帰ってきたんだけど、どうしよう。せっかく持ち帰ってきたのに。2セットあったのってどうしてなんですかね。予備なのかな。はい、到着しました。よくぞこの最奥までたどり着いた。ここに納めし座を払う光を持って、今そなたを照らさん。これは初代の王様とお姫様っていうことで合ってますかね。先ほどの方な気がしますが。ということは初代の王様と出会っている。祝福の光もらいました。祝福の光はそなたの力となるであろう。多分ハイラルの姫と初代の王ですよね。あれ？ということはここに来るのに初代の王の力を借りたっていうことでしょうか。最初に描かれていた壁画から考えると、まさかこの腕の持ち主のこの方は初代の王なのでは。祠の踏破を、お見事、ありがとうございます。あと2つほど祠を回れば時の神殿の扉を開くことができるだろう、遠くを見渡し見つけた祠に目印をつければ迷わずたどり着けるだろう。プルアパッドの望遠鏡を使うといい。はい、ということで初めての祠チャレンジ無事に終わりました。あと2つ回れば先ほどの扉が開くということなので、また進めてみたいと思います。望遠鏡機能を使うとこんな感じですね。いろんなところにあるものが見えるようにはなってますけど、祠っぽいものはどこでしょう。あ、これは今のは祠じゃないですか。これ違いますか。似てはいますけど違うのかな。まあ、こんな感じで目印をつけて近くに祠
祠他にもあるかもしれないので回ってみたいと思います。2つ目の祠を発見しました。また新しい力が手に入るのでしょうか。進めていきましょう。マップ上は少し奥まで移動したという感じなのですが、道沿いに来たら結構分かりやすい位置にありましたね。ああ来たようだね。さあ右の手を出して。次の力はどんなものなんでしょう。剣のマーク？何のマークでしょう。スクラビルド。装備している武器や盾に物を一つ組み合わせて新しい武器を作ることができる、うん、その力の名はスクラビルド。我が右腕から失われた力。武器に新たな力を一つだけ加えることができる。まずはこの先にある剣を抜き、それに力を加えてみるといい、うん、その力を使い祠の採掘に行くことができればスクラビルドは起点のものとなるだろう。右手の能力を選ぶっていうのがありますね。組み合わせる力、インイサの祠です。これで組み合わせする。あ、何かある。岩と今持っているのも選べますね。あれ？縦についちゃった。そっか、 ZRY でつけるんだね。できた。まさか。おおすごい、破壊力抜群じゃないですか。これはこっちも何かありますね。あ、これ燃える。飛燕の実。待って待って、燃えるやつだった。大丈夫かな。弓がありますね。弓が落ちてるから弓を使うのかな。矢に素材をつける。矢に素材をつけるもできるね。ちょっと投げといて、どうしようかな。ハンマーハンマー、あー、できたできた。これで矢に素材をつけるを選ぶ。今のものですよね。こういうことですね。すごい、弓矢作らなくても素材つけてできるんだ。はい、できました。ブレスオブザワイルドの時は確かこう弓の種類がね、いろいろありましたけど、今回はつけてできると。これはすごい。今炎の弓にしたんですけど、他の素材もつけられれば多分凍ったりとか水がこう出たりとかっていう属性の弓も作れるっていうことですよね。はい、開きました。まだ続くのかな。あー、続きそうでしょうか。あ、兵隊ゴーレムがいましたね。祠で初めてのゴーレム戦です。なんかつけてる。同じように、そっか、同じようにスクラビルドしてやるんですね。これでどうだこれでどうだろう。はいはい、おお、ゴーレムの弓、岩ハンマー、今持ってたやつですね。なんかハテナのものがある。なんだろう、岩ハンマー拾えない？ちょっと待って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 。今いろいろ持てるようにはなってるんですけど、拾えないかな。いらないの捨てたらいいですよね。木の枝がいらないかな。木の棒、木の枝いっぱいあるので一回捨てて、
で持ち替えます。何かに使えるかと思ったんですけど、岩ハンマー欲しいです。これはあれ、角、これは普通の岩なんですね。じゃあ必要ない。これ、あ、岩ハンマーも倒せるけど大岩の方が倒すの早いのかも。到着しました。よくぞこの最奥までたどり着いた。ということで今ほど使っていた力をもらえることになりました。武器と何かをくっつけてっていうビルドかなり使えると思うので、強い武器とか作るの楽しみですね。はい、また一つ力が戻りました。残りは一つ。次の祠でどうなるのか楽しみです。祝福の光2つ目。この像、他のところでもあるんでしょうね、きっと。祠には多分あると思うのですが、空の島にしかないのでしょうか。料理のコツ、お料理もいろんな種類がありますからね。はい、ということで今の祠がここです。あ、なんでしょう、渡しそびれたものがあり参りました。どうぞお受け取りください。なんでしょう、バッテリー。ゴーレムから受け取った装備品、携帯しやすいようベルトなどをつけてある。お渡ししたのはバッテリーでございます。この地で使われるゾナウギアという道具を使うために必要なものでございます。ゾナウギアはここにありませんので、この先の洞窟を抜けた先にいるゴーレムにお尋ねください。使い方も教えてくれるはずです。お渡ししたバッテリーどうぞご活用ください。次の祠までの間に何かしら教えてもらえるものがありそうな感じはしますね。とりあえずですが、今もらった力もこうやって使えるので、使いながら進めていきたいなと思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!